デーブ・カネロのリングネームで知られるアルテウーロ・ガルシア・オルティスはメキシコのプロレースラー。メキシコ式シ出身。おじはピラタ・モルガン。1991年11月18日にプエブラでデビュー。1997年3月にエル・サタニコエミリオ・チャレス・ジュニアと組んでアポロダンテスブラック・ウォリアードクトル・ワグナージュニア組を破り。 CMLL 世界トリオ王座をダッシュ。1998年から1年間、w w f 二レイオルティスの、リングネームで参戦。1999年、CMLL 復帰し、ロスゲレロスデル・インフェールノに加入し、ルードに転向。2000年、CMLL 世界、タッグチーム王座決定トーナメントで、ウルティモ・ゲレーロと組んで出場し優勝し、タックベルトをダッシュ。 2004年9月にオリンピコと組んで、棚橋博史中村晋介の持つ IWGP タッグ王座に CMLL ルールで対戦もベルトダッシュに失敗。2006年5月、アトランティスと組んで、武藤慶治ウルティモドラゴン組と対戦するも敗退。同年7月にウルティモゲレールを破り CMLL 世界、ライトヘビー級王座をダッシュ。同年ティネの ワールド X カップ2008にボラドールジュニアウルティモ・ゲレーロと組んで出場し優勝。2010年8月にラペステ・ネグラに加入。2013年新日本プロレスにてプリンス・デビット率いる外国人ヒールユニットであるバレットクラブに加入し9月14日にタマトンガと組んで棚橋博士・博ロ重心サンダー・ライガーが保持する CMLL 世界タッグ王座を奪取した。 ありがとうございます。